の中に着てるピンクのシャツが見えた時は、これはヒートテックなんで気にしないでください。中にヒートテックを着てるんだけどさ、なんかピンクのヒートテックを着てるんですよ。ちょっと悪目立ちしちゃってる、悪目立ちしてます。私のヒートテックが。皆さんこんばんは。気になるし、なんだい、気になるし。皆さんこんにちは。そう、もう本当に夜夜遊びするらしい。え、そうなの？夜遊び？ちいかまが？ダメね。ダメやね、夜遊びなんてしちゃ。こんばんは皆さん。夜遊びはしませんよ、尾上さんは。夜遊びするお友達もいません。悲しい、悲しいよ。あ、お水禁止69人ありがとうございます。今月は 100人目指して頑張っております。目指せ100人、100人、100。本当珍しいですか？今日はちょっと明日早いので、最近毎日早いって言ってる。早めに始めました。こんばんは。ん？大量な写真でパズルみたいな。え？何？パズル？ファイト、ありがとう。やばい、かゆ、おでこになんかできものできてる。かわいいって、ありがとうございます。あれ、泣くな、おみずき。ピカピカありがとう。かわいいもありがとう。エビ様さん、お疲れ。もうキドチさんありがとうございます。あれれ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 、お顔も、お声もお顔も笑った顔もかわいい、おみずきちゃん見えて、今日明日も仕事頑張れそう。明日もお仕事なんですか？日曜日、明日。あ、そう、今日は髪巻いてます。気まぐれで髪を巻きました。気まぐれすぎる。今日は髪をちょびっとだけ巻いたんですけれど、そんな巻いてない、ここだけ US 字にして、内側だけちょっと外羽にしただけです。簡単だった。あとハーフアップにして上にまとめてる。なんか髪の量が多いのと、ずっとなんかストレートショートだとなんか飽きてきたなって。早くない？なんか早すぎやろ。早かった、飽きるの。やけん今日は髪を巻き巻きしてみるかと思って、ささっと巻きました。かわいい、ありがとう、大輔さん。ありがとう、かわいい、いただきました。どっちがいい、ストレートと。土日休めない仕事。あ、そうなんですか？それは大変だ。平日に休まんとね、ちゃんと。気まぐれオレンジ。なんそれ、なんそれ。え、ないわ、泣いてる人またいた。またいた、泣いてる人。アフロついてるよ。ほら。やばい、かゆ。おでこ、さっきかゆって言ったおでこの、おでこがめっちゃかゆくなってきた。ピンクの差し入れ。え、ピンク？これですか？中の？ツーブロック。ツーブロックはさすがにしたことないな。そんなちょっと派手な髪はできないな。かわいい、昔の漫画の題材。え、そうなの、そうなの、そんな漫画があるんですか？
これね、こっち側はなんかどうしようと思って、こっち側どうしたら正解かわからんくて、ふにゃってなっちゃった。どうしたら正解、見るやつなんかいつも見て、いや、嬉しい、何回も見てくれてるの、あんな私の音痴な歌を、ありがとうございます。こっちなんか、こっちはね、なんかここ耳にかけるから反対側 US 字にして、あのここだけしたらこう巻いてるように見えるんだけど、こっちがねどうすればいいのかわからないんだよね。とりあえず伸ばしてみるかとりあえず伸ばしてみたけど難しいな、髪って難しいな。そうです、私もうね、あと来月1ヶ月ぐらいでね24歳です。え、大人っぽい、やった。私はね大人っぽくなりたいんですよ、本当に本当に大人っぽくなりたすぎて、もう最近の私のGoogle の検索欄は大人っぽい髪型ヘアアレンジって調べてるんです。嬉しい。海外の先生で編み込みアクセサリーみたいなアドバイス、え、それねめっちゃ欲しいっちゃけどね、どこに行っても見つけきらん、売ってんのかな、ほんとどこ行っても見つかんない。それ小学生の時にそれ持っててマジでずっと探してるんだけどな、ないんですよ。でもこっちだけ巻いていてこっちだけ巻いてないって変ですよね。うん、変ですか。なんか副菜のカステラあったから買って、え、いいの、副菜のカステラどこに売ってたの、副菜のカステラなんて、そんなここら辺に売ってるもんなんですか。うらやましい、見つけたことない、東京で副菜のカステラ。あ、名古屋だって、キレキの部屋、副菜のカステラ。で、なんかね、あの髪色とね合わないんだよね、なかなかね、それが難しくてさ、ヘアアクセつけ三つ編み、つける方の取り外しっていうの、つけるタイプのね、あの編み込みは難しいんだよね。こんばんは、こんばんは、たかひろさん星ありがとう。え、めっちゃ染めてるじゃんどう見ても染めてますけど、え、染めてるよ、めちゃくちゃ茶色いやんか。これが地毛やったら私多分どっかの血が入ってるわ、日本じゃないどっかの血。これはめちゃくちゃ染めた茶色でございます。染めてるね、決まってるやんか。ヤンキーの中学生ぐらい染めてるね。あのね、あの中学生高校生の時ね全く染めちゃいかんかったけんさ、あのいなかったよ周りに髪染めてる子。私はね、あ、なにこれ、私はなんかあの治安のいい学校に通ってたからヤンキーとかいなかった。ヤンキーとかなんかチャラチャラしてる人とかもいなかった。全くいなかった。中学生の時はみんな真面目だった、うちの中学。髪染めてる人もこう眉毛をなんかこう細くしたりする人もいなかったし、私はスカートを曲げてたぐらいスカートはずっと曲げてました。で、足が長いんですって言ったことある先生にみゆき、スカート短くないかって言われてさ、あの先生めっちゃ嫌い
嫌いすぎて嫌なモノマネしてしまった。みずきとか言われてさ、え、スカート足が長いんですって言ったら、そんなわけないやろとか言ってね、なんか絡んでくるから嫌いだった最悪やろ、最悪やん。なんかさ、あのさ、なんかさ、可愛がってくれる先生っているじゃないですかね、いるじゃないですか。でいいんですよ、かわ、なんかなんか嬉しいじゃないですか、可愛がってもらえるなんてね、嬉しいけどさ、なんかさ、その先生さ、なんか可愛がってくれるっていうか、なんかなんかなんかやぜ買ったなんかさ、お気に入りみたいなさ、なんかさ、なったらさ、ちょっとうざくて、なんかさ、毎回さ、みんなの前とかでもすぐなんか私を指名してきたりするの、なんかわかる？この問題わかる人とか言って、わからんかったらみずきとか言われて、わかりませんなんで毎回私なんですかみたいな、嫌じゃん、嫌なのよそういうので、なんかいろいろなんか絡まれるのが嫌だった。私先生のことはあんまり好きじゃないタイプだったんですよ。好きじゃないっていうか、こう見えて社交的そうじゃん、私すごい社交的なんですけど、学校の先生とはね全然波長が合わなくてさ、もうできるだけ先生に目立たないようにしたするにはどうしたらいいかって思って頑張って生きてました。それなのにもう先生が絡んでくるからさ、面倒くさかったけん、まあ、はははって笑ってたけど本当は嫌いだったあーひどいね私って。スカートももう1位、みんな短いやんみたいな、もうわざわざ言ってこんでいいって。しかもなんかその先生なんか短いことを怒ってるわけじゃ全くなくていいんですよ、多分私許容範囲の短さなんだ、言われたことないから別に他の先生に。でもその先生はただただ絡みたくてなんか絡みたいやんもう絶対みたいな感じで言われるけん嫌いやった。嫌いやったとかめんどくさいなーって、名前忘れちゃったけど顔は覚えてるよ。先生も寂しかったの、めんどくさいから嫌だ、絡まないでよ私にって思っちゃう。でなんかさ、発表会とかあるじゃないですか、それもなんか わざわざ指名されて私が発表しなくちゃいけなかったの、あれめっちゃ嫌やった、だるかったな今更だるかったな。なんであれ、だってさ先生に言われたらさ拒否権ないじゃん、拒否権ないけんさ、もうはいしますみたいな、絡みたくなるよ、やだ話したいのかな。そうじゃん、みんなさ、なんか結構さなんか嫌われちゃう先生っているじゃないですか、やっぱりね。自分で嫌われてるって分かってたのかな分かって、みんな結構さ塩対応するじゃん、私さそういうのできないからさ、嫌いでも。そうだからさ、普通にニコニコしてたら私をお気に入りしやがったお気に入りしやがった最悪、そんな言わんでいいやん、おみずきちゃん、はい、ごめんなさい、すいません。そう、お気に入りした喧嘩もうめんどくさくずっと絡まれてたなっていう中学校の思い出でした。これ見て、かわいいやろ、ハイライトかわいいやろ、つけてみよっか。あ、すごー、てか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 やないか、てかてかやないか、そうだよ、本当に嫌だ、めちゃくちゃ大変なんですよ先生に絡まれると。苦手だもん、なんか先生の前ではめちゃくちゃ猫をかぶっちゃうタイプです、昔からですね、中高でも目立たんことが
オーディションにも受かってしまって今え、オーディションはねあれよ、なんか一人ふわふわしてたっていう理由だったらしいよ言われたマネージャーさんに、ふわふわしてたから合格にしたよって。いい、そんなことありますか、ふわふわってなんだ。日向の日向さんありがとうございます、ハート。このハイライトめっちゃいい、ミキポンさんにいただきました。え、見てほら、おでこテカテカやろ、テカテカぴょんぴょん、かわいい、ありがとうございます。おでこにポン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 、テカテカ収まれ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 。今日は皆さんどんなことをして過ごしましたか。土曜日でしたかどういうこと、土曜日でしたか。今日は土曜日ですよね。とかだけだけじゃなくてギドギドに見える女の子の可愛い不思議、可愛い、ツヤツヤって言って、ツヤツヤですねって今日土曜日ですよ。皆さんどんな土曜日を過ごしたんですか。土曜日、あーアリさん、せーの、かわいい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 。土曜じゃない人おる、まあたまにおるかもしれない。2つもくれとるアリさん、嬉しい、ありがとうございます。アーリンさん、名古屋ナウいいな、名古屋名古屋名古屋へ名古屋、見てる写真に埋もれた、ナンバーショットね、ショットの写真見たらまた埋もれます。どういうことだそれはどういうことだ。あ、よよよよよですよの最近はよ、ひつまぶし美味しかった。ひつまぶし食べたの、高いですよねひつまぶしって、結構いいな、食べたの。ドバイに住んでるから土曜じゃない、え、土曜バイのドバイじゃないとなんドバイ、ドバイ、ドバイってどこですかね、ドバイ。なんかすいません、魅力はみんなあります、ありますよそりゃもちろん何のフォローですかみんなあるさ、みんないいとこばっかですよ。星ありがとう。土曜バイの、ドバイってどこにありますっけ。私全、あ、サウジアラビアなんだドバイ、ソバイ、ドバイはサウジアラビアバイ、ドバイヤバイ、ドバイはアラブ首長国連邦、アラブ首長国連邦、アラブ首長国連邦、知ってるなそれ、アラブ首長国連邦知ってるな、 UAE、 UAE、 UAE ですか。おすぐっとめっちゃいい感じいい感じです。 UAE、 いわゆる UAE ですか、え、知らんちゃうけど UAE がなんだか、ロールド見てたシネマしか知らないUAE、 アメリカは昼間みたいなそれしか知らん。UAE って何、あんま聞かん。天使だよ天使だよ、かわこんにちは。 USA、 カモンベイビーアメリカなら知ってるよ。カモンベイビーアメリカってどういう意味ですか。あ、大阪のね、
それ USJ じゃん。あ、今度ねユニバーサルスタジオジャパン行こうかっていう話してる。お友達と USJ お友達と USJ 行ったことないんですよ私実は。 USJ みたいな、ユニバみたいな、なんていうの、ユニバって言うんですか。行ったことなくて USJ 行ったことあるんだけど中学生の時に1回だけ。もう記憶ないからどんな感じだったか全く覚えてない。その時は修学旅行だったんで、なんかそんないっぱいなんか自由には行動できなかったし、むいちゃんが貯金してる銀行、なんそれ銀行、こんばんは。富士急行って、え、富士急ね、富士急はね私は乗り物に全く乗れないので遠慮しとく遠慮しとく。 USJ は行ってみたいってずっと言ってるんだけど一回も行けない、行ったことなくて悲しみです。銀行は三井住友 UFJ、 UFJ か、知らない。 UFJ 私は全く乗れません、ジェットコースターに。中学の修学旅行ってさ全く記憶がなくて、なんでだろう、楽しくなかったのかな、なんでだろう、なんであんな記憶ないんだろう。高校の修学旅行は、あ、記憶ないわマジで記憶ないな。小学校の修学旅行の方がめっちゃ鮮明に記憶ある。小学校の修学旅行はスペースワールドっていう遊園地に行ったんですよね。で高校はベトナムだったから、まあ高校もあんま覚えてないんですけど、中学の記憶が本当になくて、私なんか楽しくなかったのかな中学校生活。なんでこんなに記憶ないんですか、中学の記憶が。未知との遭遇です。今はなきスペース、今はなきスペースワールドです。行ったんだよスペースワールドに。でスペースワールドですごい怖いジェットコースターに乗ったのを覚えてる。今が楽しいからかなこんばんは、こんばんは。それで中学の時はねマジで記憶ないんだけど、なんかスペースワールドに行って、スペースワールドに行ってスパイダーマンを乗ったの確かけど、まだ実は覚えてない、どうしようなんでこんな記憶ないんだろう。中学生ジョッカー以外の中学、そう私ほんと中学の記憶マジでない。なんでですか、だって毎日学校行ってお勉強して部活して塾行って帰ってくるだけじゃん。もうあんまりにも忙しすぎて多分もうなんか覚えてないんだろうね。忙しい、え、忙しいじゃない、消したいかも。あ、こう中学の時なんか嫌な記憶あったかな、全くないないんかい全くない。嫌な記憶もなければなんか飛び抜けて楽しかった記憶もないな。忙しかった中学生の時は。だってさ学校がさ5時に終わるじゃん。で5時から19時までサッカーするじゃん、2時間ぐらい部活するじゃん。で2時間したら20時やん、20時から塾なの、20時半から10時半まで塾で、で10時半から居残り授業みたいな、居残り授業とか自主学習授業みたいなのがあるんですけど、自主学習もうちのおかんがして帰ってきなさいって言うから30分とか1時間とか塾に行って、帰ってくる時はもう11時とかなの。それでそれでもう1日が終わるので、次朝起きたらまた学校ですね、部活ですね。でも忙しかったんですよとりあえず。で私は男子サッカーと女子サッカーとどっちもやってたから、男子サッカーがお休みの日が多分週2回ぐらいあるんですけど、その週2回は
女子サッカーに行かないといけなくてそうだから私本当に中学時代お休みなかった。オフっていうものが存在しなくて、平日月曜日から金曜日までは学校に行くじゃん。私皆勤賞だったから、あの学校休んだこともないし、早退とかも基本ないからさ、もうずっと学校行くじゃん平日ね。で土日は男子サッカーの練習か男子サッカーの試合か女子サッカーの練習か女子サッカーの女子サッカーの試合か、でも土日は絶対もうサッカーでしょ。で平日は学校に部活に塾、やば忙しかったね私。そしたらあのなんか突然めっちゃ勉強も頑張ってたのに突然あのなんかスイッチが切れちゃったの中学生あーもうやめたと思って、で中学校の受験の時に勉強があんま好きじゃなくなったの。大変大変。かわいい、ありがとうございます。実業団スポーツ選手みたいな、え、なんそれ実業団って何、え、女子サッカーだけしておいたらよかったね。わざわざ部活サッカーもやってた。そうね、男子サッカーもやって女子サッカーもやってだったね。女子サッカーはね週に3回ぐらいしかないじゃんね、クラブチームだったからさ。そう3回ぐらいしかなくて、2、3回しかないの週にね。そう思うと週あの小学校6年間本当に毎日のようにサッカーしてたから週に2、3回じゃ物足りなくて男子サッカーにも入ったんですよ。でもみんなさ4月に入学するやん中学校ね。そしたらさ4月から部活スタートじゃん。けど私最初に女子サッカーに入ってて部活には入らなかったんですよ。お母さんが入っちゃダメって言って勉強しなさいって言われて、勉強せんとあのサッカーもしちゃダメって言われとったけん、そう勉強をせんといけんけん最初入らなかったんですけど、その週に 2、3回のサッカーが物足りなくて、でなんかみんながさ部活学校終わった後にみんなバーって部活に行くじゃん。でその間に私はなんか帰宅部みたいな扱いになるじゃないですか、クラブチーム外でやってると。そうだから帰宅部みたいな感じで全然楽しくなくてそうでなんかサッカー部入りました6月に4月にみんな入ってるのに一人出遅れて6月から入りました。部活サッカー部に、でその4月から6月までの2ヶ月間でそろばんの受験をして、確かなんか暗算かなんかの検定を取った2ヶ月間でそう暇すぎてそろばんの検定でも取るかって言って取りましたね。そういえば遅れてきたエースか、いや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 、なんでこのタイミングでって思われてたと思いますよ。6月に入ってきたから中学で3年で毎日やる毎月小学で、ほんとよ忙しかった。文武両道彩色兼彩色兼備兼備完璧超人、違うよ本当にね、中途半端ですよ。サッカーも勉強も快速ドリブラーだったんですか、ドリブラーじゃないよ、あのワンちゃんみたいな感じなんかプレースタイルは柴犬みたいな感じプレースタイルは柴犬です。私ボールが飛んできたら走るだけ。そうなんかもう何も考えずにとりあえずボールがもう走って取り行くだけなの。サイドをサイドにねボールが来たら走っていくだけです。野生児ですよめちゃくちゃ。柴犬でしたね本当、ワン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 って言いながらボールを追いかけてたな。楽しかったけどなサッカー、小学校サッカーよりも中学校の方がサッカーは楽しかったです。なんか想像、え、でしょワンワンって言いながら取り行ってたよ。中学校サッカー楽しかった、めちゃくちゃ。
サッカーは楽しかった、お勉強も楽しかった。でも学校生活のなんか記憶が全然なくて、何してたかな中学の時。友達もなんかそんななんか、いろんな人と仲良くて、誰とも仲悪い子は一人もいなかったんですよ。でもなんか一人誰か選べって言われても選べないぐらい、ほんとなんかね一人選べないみたいなタイプなんでしょう、確か多分ね。そうね、なんかね、誰かな、一人選べと言ったら難しいな。高校に高校まで進んで、高校から仲良くなった中学の一緒の友達はいるけど、中学の時はみんなと喋ってて、みんなと仲良かったからな。誰がいたかな。監督指示をとりあえず頷いてたんでしたっけ。監督から指示なんかされたことない弱小チームだから監督、女子サッカーの時はめちゃくちゃ言われてたけど、男子サッカーの時は何の指示も受けてない、なんか何も言われてなくて、なんか適当に自由にしてました覚えてるもんでしょ。よっぽど辛いって、全く辛いことはないんだけど、全く嫌なこともなかったし、悲しいこともなかったけど、本当に記憶ないです。なんかしたっけって感じ。なんかしたっけな、なんかした、あ、覚え出した、覚え出した、あれだ、タッタタラリラピーヒャラピーヒャラっていうのをダンスを踊りました。それを踊って、なんかソーラン節も踊ったね。よっこいしょーよっこいしょーみたいなやつも踊りましたね。なんか中学3年生の時にダンスがあったんですよ、運動会で。それでみんなダンスをね覚えなくちゃいけなくて、でね、すごい嫌だった。その時お腹の中からぼわっとみたいなダンスだったんだけど、もうね、その時にね、もうね、ダンスが下手くそでさ、もうさ大変だった。もう一曲あって、もう一曲は可愛くてしっかりなんかイエイエみたいなダンスのタイプと、なんかとりあえず可愛くピーヒャラピーヒャラみたいなタイプの人たちと別れてやるんだけど、私はそのガチガチのダンスじゃないボワッとのタイプのくせに踊れなくてそう、それなのに身長が高いから、なぜか身長順でさ、こう並んでいくやんか、こうなんだろう、バランスがあるじゃないですか、こう並ぶにもね。でど真ん中だったのよ、そのピーヒャラピーヒャラが。だからさ、もう先生からめっちゃ言われて、尾上さんみたいな、あなた真ん中なんだからちゃんと踊ってくださいって言われて、いやいやすいません、踊ってますけど真剣にって言った。10年後ぐらいにアイドルになってたな。もうなんであの時踊れなかったの私で、なんかさ、もう居残り練習させられたもん。おへその中からぼわっとインチキおじさんとおちょ、ああそれ聞いたらちょっと嫌な思い出かもしれん、嫌な思い出なのかもしれない、それがフォローしました。なんで今更、そうピーヒャラピーヒャラタッタタラタ、これ踊れるっちゃけど、やだやだ踊れちゃうんだけど、そうだよ、ここでピーヒャラピーヒャラタッタタラタあー、これでした。もう嫌になっちゃうね、こうやって。なんかさ、隣でっていうか、その女子が2つに分かれるんですね。で2つに分かれた、そのなんかピーヒャラ組と、なんか西野カナさんのなんかイケイケのダンス、なんか西野カナさんのなんか曲でイケイケのダンスをする女子と2つに分かれてさ、本当にもうかっこいいんですよ、そっちの女子たちは。なんか「ヘイヘイ」みたいな感じで、私はこれですもん
しかも真ん中真ん中で、なんだ私ピーヒャラピーヒャラ、なんなのこれはと思って、もう嫌ですよもう嫌ですよ。こんなみんなさ、かっこよかったもん、西野カナさんの曲の方が。で一瞬憧れたんですよ、うわーなんとかちゃんたちのやつかっこよかねーって言ってから、ラグビーちゃんとね、そう、あとサッカー部、女子サッカーのことかっこよかねーあの子たちって言ったっちゃけど、なんかいざうちらの番になったらもうこれかよみたいな、これかよみたいなでもまあ楽しく踊りましたよ、楽しく踊って、まああのなんか先生もう本番はよく頑張ったって褒めてくれたけんよかったけど、お上手ですって、大脳ではなく小脳、中学の小脳って何それでもこうやって表現されるんだからあれでもいいんだよ、生まれと学科が生まれ生まれ、罪残りさせてあげたんだよ、ビーヘラ。え、リーちゃんは違う、リーちゃんは中学校違うから、結果オーライです、そうだよ、リーちゃんは別だよ、中学は別なの。それで、あ、育ちね、育ちね、そうだよ。で、中学の思い出はそれだけです、それだけ。あとはなんしたっけな、あと中学の時は、あ、思い出した、中学の時にあの柔道の授業があって、あの殺されかけた、殺されかけた、嘘嘘、死にかけた死にかけたっていう記憶がある。あの同じ身長の子で体重が私の倍ぐらいあることを、なんか取っ組み合いみたいなのしなくちゃいけなくて、上に乗られてフーンってされて、私ははーってなっちゃうのわかる、わかりますかこれ。なんかさ、2人組作って、とりあえずあのこう2人組作って取っ組み合いをしてくださいって言われたのね。で取っ組み合いなんかこうこうやってクンってしてハッってして、なんか受け身の練習をしたから受け身を取りなさいみたいな、やられたら。で受け身取ったけど、受け身取ってもその、あ、相手がね身長が一緒だからさ、まあそれは一緒になるのよ、これ列的にね。で先生も多分さ、私さスポーツテストめちゃくちゃ成績良かったからさ、尾上ならいけるっしょみたいな感じで多分組み合わせられたんだけど、もう無理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 、本当にもううってなって、あーって言った言ったのに、先生なんか笑いながら、笑いながらさ、あの通ってったけん、もうあれはもうひどいです。え、そう、全然私柔道なんてできるわけないじゃん。でなんで柔道にしたんだろうって、もうすっごいね、あの時後悔した、マジで。なんで柔道にしたんだろう、柔道着なんか買わされるけんね、あれ柔道着いらんのに。背負い投げイベント、え、背負い投げ、背負い投げってやられた、やられた、その子に。なんであの子あんな柔道上手かったんやろ。さ、なんかただ大きい、体格がいい女の子って思ってたの私はね、ただ体格がいいだけかと思ったら、いやめっちゃ上手いじゃん柔道みたいなただ大きいだけかと思った。だってその子美術だった、美術部だったので、美術部だからさ、なんかいくらさ体格が良くてもさ、え、いくら体格が良くてもですよ、美術部で運動もしてないし筋肉もなさそうだったから、え、余裕っしょって思ったら、無理無理、めっちゃ上手いじゃんって、なんかやってんじゃない美術部、本当に美術部か、美術部のもう本当にあのか弱そう、体格は良かったけどか弱そうな子だったので、普通にやられた、カーってっていう思い出。ゆうけいさん、ほらありがとうございます。ピカピカありがとう、にゃぐさぽさん、ピカ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 ピ
カチュウや。それぐらいです。え、皆さんも柔道とかありました？柔道とかあった？あと体育の授業もあったな。ドドン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 、和太鼓の授業もあった。ジータバタじゃめちゃ可愛い。いいー、ほんと死にかけて。あれ本当にきつくてトラウマやん。だけ一生せん、もう柔道は。マジで柔道やったの？柔道と和太鼓もやった。和太鼓やったね。あとは何したっけ。あとはなんか技術っていう授業があって、なんか技術で作った作品がなんかすごいいい評価をもらったっていう記憶しかない。そう、中学でちょっと、みんなもやってんだ。剣道とかのやりたかったの？柔道より。めーってやりたかった。学生の頃は恋しました。中学生の時、高校生の時も全くなかったけど、なんかあったかな。あ、でもかっこいいなっていう先輩はいました、一人。そういえば中学の時、いや、あ、でもまあかっこいいなって思ってたけど、名前わからん人名前わからんような人でしたね。いたな、一瞬かっこいいなって思った人はいたけど、なんかそういうのなかった。恋愛とか悲しい、悲しい。なんかラグビー部だったかな、確か隣の、そうそう、ラグビー部だったわ。ラグビー部の先輩がちょっとかっこよく見えた時期もありましたね。そういう時期も。柔道の、いや、やりたかったね柔道。和太鼓あったのよね。ショールがどんどんギフト、もうなん、ドドンドドンギフト、あ、ドドンドドン、よいしょ。技術と家庭一緒になってた。うん、技術は技術、家庭科は家庭科だった。え、技術やってたよ。家庭科もどっちもやってました。あー、そうか、剣道はそんな簡単にできないか。中学選択、違う、あ、選択やった。あ、水泳か柔道かの選択やったかも、もしかしたら。で、私は泳げないから柔道にした記憶がなんかあるぞ。剣道なら誰も負けんど、うわ、面白いそれ面白い、今度使おう。かっこいい先輩って僕のことですか？あ、僕だったの？ラグビー部の人？何やったっけ名前。なんかその時は名前多分知ってたと思うんだけど、忘れちゃった名前。マジで全然思い出せない。なんか普通な感じの一般的な名前だったんだよな、多分。好きになれたことは、それは分かんないですよ。ひっそり好きだったかもしれないじゃないですか、私のこと。誰か、おいずきかわいい、かわいいのに、ただ意外と奥手なのね。いや、奥手ってそんな好きとかじゃないから、別にその先輩のことが好きとかじゃなくて、なんかかっこよく見えた瞬間があったんですよ。なんだろうな、なんでだろう、なんでだろうな。あ、一回喋ったのかな、確か。部室が一緒だったんですよ、ラグビー部とサッカー部がね。そこで喋ったのかな、一回で。優しかったんじゃない多分優しかったんじゃないかな。それしか、それぐらいしか記憶がないですね。みきちゃんとか、俺は見た目と人当たり以外、これといった人に勝てるような特技はないね。俺は見た目と人当たり以外にこれといって、これといった人に勝てるような特技。みずきちゃんとか、俺は、一緒なのそうなの。テスト技術50点。あー、なんかそんな感じやったかもしれん、そんな感じやったかもしれん。あ、やったかも、パソコンの授業やったかも。あ、思い出した、めっちゃ思い出した。めっちゃ仲いい男の子が、めっちゃ仲いい男じゃなくて、めっちゃ仲いい、あの、お友達の、あの、男子の中では仲いい男の子がいたので、あの、出席番号がなんか小川さんだったから、小川くんだったから、私の前だったの、出席番号がね。小川くんはずっとほら
前と後ろじゃん。で中学たまたま3年間クラスが一緒だったからずっと一緒だったんですよ、前と後ろでね。そう、それでその小川くんがなんか私がこうやってポチ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 って押してる時にパーってあのパソコンを打ち出したのを思い出した。えーってなって、なんでそんなできるんって言って、えみんなできるんじゃないとか言われて、で悔しくてさ、その子がさなんかあのライバルだったんですよそう、その子がライバルだったんですよ、お勉強ので。ま一番を最後取ってったんですよ、学年1位を最後の期末で、3年間の高校3年間の最後を取ってったから超ライバルだったな。鈴木さんじゃないな、鈴木さんじゃないな、誰だっけな、失礼み、え、そうなの、あのガングロー水木が好きだったの、どんなとこよかった、いやかっこよかったとかじゃなくて多分普通に優しかったんじゃなかったかな、忘れちゃった、なんでだろう。でもなんか喋ったことはそんなにないと思う、そういえば好きな、同じ人だから見せて一緒、そうそうそう、あ輝いてる。でもなんかその先輩普通にいい人だなと思ってたけど、試合中めっちゃキレてるところを見て怖いからあの憧れるのやめた最初なんか結構かっこいいなと思ってたの、遠くから見てたんだけど、なんか試合中めっちゃ怒っててめっちゃキレるやんみたいななって、あの自然と憧れはなくなっていったの。あがけで言われちゃったのちいかわくん、え、なんそれちいかわくん、なんだそれ、うがお容量、容量よかったな。おが水泳あったね、水泳あってすごい嫌いやったけんずる休みしてた何回かずる休みしたことある、水泳を。マッチョが好き、マッチョ、あーラグビー部やったけマッチョやったかも、その人もしかしたら。マッチョ、マッチョが好き、マッチョは知らんけどお相撲さんみたいな人結構好きか。ちなみに私でローマ字みたいな、まだかな、かなうち、え、そうなの、憧れるのやめましょう、いい選手やろ、これやめましょうって最初に言ったのは美月まあまあ大谷さんが真似したのかな、私の、真似されたのかな大谷さんに。私試合中は、そう試合中にめっちゃ怒ってて、え、でもなんか、あ、なんか怒ってたっていうか、なんか喧嘩が始まったのを見たんですよ、たまたま。そのなんかラグビー部の先輩たちがなんかめっちゃキレてて怒ってて、なんかもうこうやって掴んで、こうやって本当に喧嘩してて、それ見てウィーヒエーみたいな、怖いってなって憧れるのをやめました怖いでしょ、だってなんかもう本当に多分熱くなりすぎて、もう本当にもうめっちゃ怒ってた、だから怖かったから読みました。みんなが弾くほど切れてた、私が弾くほど切れてた、みんなを弾いてたか知らんけど、あ、でもみんなも結構もうわーわーなってたなって、走って追いかけてて、その喧嘩でそんな追いかけるほど悪いことしたのかなって。でも見てよかにゃー見てね、助けてそれは見てないで、一回見てないで、ありました、なんで、音声いいじゃん、え、そうなんだ、ラグビー強いのかな。尾身谷翔平ラグビーの君さん、そうだよそうだよ、使いたいだけ、そう男らしいのかな、オタクもそうだ、え、そうだな、引くほど可愛い、ありがとう。私ね、初めましたけど、初めましてじゃないんだよね、え、そうなんですか、こんにちは、この上です、絶対泳ぐのがそうです。水泳は嫌だな、授業、水泳の授業マジで嫌いやった、水泳の授業は嫌いだったな、だってさ髪濡れたまんまじゃん、髪もいったんじゃん、あ、ラインライブやってました、2年前かな、
懐かしい、 LINE ライブやってました。こんにちは、 LINE ライブのこの上です。嬉しい。あ、ウィングさん、ウィングさんって聞いたことある。おみちゃんもエンジンメント入ってからドキ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 してないわ。一回も喧嘩したことない私。都会の言いたい方をし始めたな。なんそれ、かわいい。そう、かみたい。そこで見てたわって、嬉しい。ぜひフォローしてってください。ショールームに LINE ライブからポコチャに行って、ポコチャからショールームに行きました。で、授業眠たくなっちゃうよね本当に。あれ、目で喧嘩してたはず。してないよ、喧嘩なんかしたことないですでもね、高校生の時にね、一回ね、喧嘩じゃないんだけど、喧嘩じゃない、喧嘩っぽいことしたことある。高校生の時に一回、そういえばしたことあったな、懐かしいな。喧嘩にはならなかったんだけど、なんか女の子って結構なんかさ、女の子同士ってさ、なんかめっちゃ裏でぐちぐち言ったりするじゃないかじゃないそうで、あの、女子が少ないクラスだったんですね。そう、女子が少ないクラスだったから、比較的他のだったから、せっかく今までみんな仲良くしてたのに、なんか、まあ、ちょっとね、なんかトラブルがあって、そう、みんなちょっと仲間割れしちゃったんですよ。だから悪いこと、悪いこと、私もそれは納得いかんかったんだなって思ってたから、もう代表して言った代表してたかじゃなくて、もうこんな裏で言ったってあれたいって言って、もう本人たちに言わんばたいって言って、仲良くならんでやんって言って、言ったの私が言ったんだよ。いや、これはこうやけんか、これはこうでこうやけん、こうです、交代って言って、言ったら一瞬喧嘩なるかなと思ったんだけど、全然なんかもう余裕で仲直りしました。で、その後もクラスメイト普通に、なんか普通に仲良くなってよかった。で、いつめんです、未だにそのその子たちと。千葉隊、しなきゃいけないじゃんって言ったの。そう、そうだよ、言ったの。言ったってさ、みんながさ悲しかったもん。せっかくみんな仲良しだったのに、これで仲間割れか、うちらもって思ったけん、直接言った直接言ったら仲直りできて、みんな仲良くイエーイってなった。そう、よかった、よかった。みずきかわいい。髪巻きちょっとなんか変かなって、この髪。仲直りできたよ。喧嘩とか全然したことないやけん、仲良し小良しでした。サッカー部とは喧嘩したことある、中学生の時に。だって中学生の男子なんてさ、もう本当にさ、なんかさ、思春期の男の子だからさ、あ、なんかさ、なんかやっぱ透かしたい時期なんですよそう、透かしたい時期だからさ、大変だったよ。なんか小学校から一緒とか、もう幼稚園から一緒とかの男の子だったから、サッカー部ね、だったから、なんかね、家族のなんか反抗期を見てる気分だった本当に。 AKB 時代も喧嘩とか全く一回もしたことありません、私。一回もない。小吉の小吉って何？いや、わかんない。小吉って何やろね。小吉って何やろ。確かに小吉って何やろ。小吉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 はわからんばってん。小吉はわからんばってん。髪は巻きました。だからこれでいいんじゃない。小吉もよろしく。小よよろ、サラサラですか。
あ、負けたんじゃないこれで。いいじゃん。いいんじゃん。簡単簡単。いい女感動して。え、やっぱりね。溢れ出ちゃうんですよ。いい女が。可愛いって言ってた。いや、誰が。あなたの感想じゃないのかーい。ママ月。お母さんとは中学時代も高校時代もめっちゃ喧嘩してた。なんでさ、なんであんな喧嘩してたんだろう、お母さんと。っていうぐらいもうめっちゃ喧嘩してました、中学時代高校時代も。日びくりカレンダーみたいなやつ、何それ。ショールームで何目指すの。ショールームではですね、アイドルを目指します。 TIFF でデビューっていうオーディションに来月から、来月からとか来月からあのスタートします、オーディションが。なので皆さんよかったらフォローと来月からの応援よろしくお願いします。反抗期だったのかな、めっちゃ反抗期だったのかもしれない、もしかしたら反抗期だったのかもね。頑張ってね、ありがとうございます。第2の長浜に、はい、第2頑張ります。戦争もしかしたら反抗期だったかもしれない。そう、来月からなんです。よかったら応援してくださると嬉しいです。だってね、お母さんが うざくてめっちゃずっとうるさかったの。もう勉強しなさいよ、勉強しなさいって。なんで成績がもうなんで8位なのって言って、8位で怒られたんだよ、学年で。たった8位で、だって80人ぐらいかな、100人もいなかったから、80人90人中だから10分の1じゃん。8位でも、でもそれでもめっちゃ怒られはせんけど、なんかブツブツ言われるからうるさくて、お母さんが。でみーちゃん塾行きよるとになんでさ8位なんとか言われて、せめて3位よとか言ってくるの、うざいじゃん、うざいじゃんか。10人じゃない、100人、100人もいなかったな、確か80人とか90人とかだった気がします。っていう、うざくてお母さんが。でお母さんに文句言ってた。いや違うとって、ちゃんと勉強したけど8位やったもんって言って、いやもっと勉強したら1位だよとか言われて、いや1位は無理とか言って喧嘩してた。で、ああもうじゃあなんとか高校に行かんでいいとねとか言って、いやなんとか高校にも行きたいけどとか言って喧嘩してた。塾や行かんちゃうか喧嘩、塾のお金はもう払わんとか言って、いや塾には行かせてよとか言ってね、ずっと喧嘩してました。ああ面白い、面白いね。そう、綺麗やな海は。ありがとう。おちゃん、中世。おちんはそういう時はしれっと私の部屋に来て、水勉強頑張ってっていうタイプです。お母ちんが怒っとるけん、もうちょっと勉強頑張ってみるかって言って、そう、じゃあ30分だけ勉強してみるとか言って、そういうタイプです、うちのお父様は。でもおちんから言われ、何を言われても響かないので、おちんの言葉はビューンってそうなりますね。けどまあおちんがいつもフォローはしてくれます、喧嘩してたら。あとなんか塾の私がめっちゃ塾が大好きで、お勉強も普通に好きだったし、塾に行かないと成績が落ちることも分かってたんですよ。なんか中学時代の勉強の方法って、私は学校で習うより先に塾でやってたんですね。塾で先に学んだものを中学で発揮するっていうシステムだったから、ただただ中学の成績が良かったんですよ。わかりますかこの言ってること。わかる意味。そう、中学で先取り学習をして学校に行くから、あのみんなよりなんかちょっと先に理解してるじゃん塾で。その後学校で
学ぶから、学校で学んだのが復習みたいな感じだから、みんながその学校で習ってる間に私はもう復習じゃん。だからテストとかもめっちゃいい点が取れちゃうの、学校のテストっていうシステムだったから、あの塾に行かないと、あのなんだろう、もう嫌やったっちゃわかる塾に行かないと学校の授業を受けるのが嫌だったの、最初に、そっちを先にね。だから塾には行かせて、お願いお母さん、高いけど塾って言って、塾に行かせてほしいって言ってるんだけど、おかんはもうこの成績なら塾行かんちゃうかよ、絶対こんな成績やったら塾のお金のもったいなかけんとか言ってからさ、言われちゃうの。それでお母さんが私を育児放棄したの。あ、嘘、育児放棄じゃなくて塾放棄してきて、あ、もうそんなに塾行きたいなら自分で行きなさとか言ってね、あのなんか送り迎えをねしてもらってたの、塾の行きと帰りとね。あ、行きは自分で行ってたんだけど、帰りは遅いけんいつもお母さんが来てくれてたんだけど迎えに。そうで、お母さんは何時間でも待っとるけんいっぱい勉強してきなさいって言ってくるの。本当うるさいでしょ、うるさいんですけど、なんか居残り学習みたいな、その自主学習があるんですけど、授業が終わった後に塾の、あの自主学習してきなさい、30分でも1時間でもとか、何時間でも待つけお母さんはとか言ってさ、いつも送り迎えしてくれてたのにさ、もう塾行かんちゃよか、自分で帰ってきなさいとか言われて、その時はおうちんがいつも、あのおうちんはお酒を飲むんですね普段ね。そうで、普段はお酒を飲むから、仕事から帰ってきたらお酒を飲みたいのよ。だから私のお迎えは11時とかなるから、次の日早いしお酒は飲みたいしそう我慢しないといけないからさ、お迎え行く、迎えに来てくれる時はねそういう時はおうちんがあのお酒を我慢してあの私の送り迎えをしてくれてましたね。その時はね、もうほんとおうちも迷惑そうでした。もう水お願いやけん、お母さんと仲良くしてって言われてた無理だって、おかんがうるさいけんって、そういう時代もありましたそういう時代はありましたよ。ありがとうね、その時はおうちん、塾の送り迎えしてくれてありがとう、シェイ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 。でもおうちんは、あのそれでさ、うちのお父さんかわいそうなの、お母さんにめっちゃ怒られるの。なんかおうちんが電話かけてきて、水授業何時に終わるみたいに言われて、今日は授業は10時までだよって言ったら、分かった分かった、10時にじゃあ塾の下で待っとるけん早く降りてきてよとか言ってくんの。それであの帰ったらお母さんが、え、なんで10時に帰ってきたなんで10時に帰ってきたみーちゃんとか言われて、え、だって授業10時までやんって言ったら、いやいやいや、自主学習してきなさいよ、お金払ってるんだからって言って、おうちんもお酒なんか我慢して送り迎えしなさいって怒られて、あーかわいそう、おうちんもそう、それで私とおうちんはしょぼんしょぼんっていうね感じだった。それであのお母さんは諦めてお迎えしてくれるようになりました。おうちんがお酒飲めないから、そう諦めてお母さんが送り迎え、おうちん承知だった、本当に承知、え、マジ超ボスですよ、うちの家のボスすぎるお母さんを、っていう思い出があった中学の時。でも高校生の時も変わらずだったな、それは。授業終わったら自主学習をして帰ってくるって、そう、早降りてきたら怒られちゃうんだよ、そう怒られちゃう、おうちんかわいそうでしょ。え、なん、手首綺麗って何手首綺麗ってかあるの、そうだよ、強制自主学習だから、うちは。でも成績はそんなに、まあ中学の時は良かったけど、
そんななんか飛び抜けて、なんか中学の田舎の中学でよかっただけで、その長崎全体とか全国で見た時に飛び抜けていいとかじゃなかったから、別に別にでした中学ではまあよかった、普通にいい方だっただろうけどって感じだから、そんなね、そんななんかだって今さ全くお勉強したのさ、あのなんか全然なんかせんでよかったんじゃないかなって思う瞬間も多いですけどね、本当にあの時ダンスとかしとった方が良かったんじゃないかなって思う瞬間もありますよね。ジュータさんグッ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 、うちの家はスパルタで有名だから、スパルタで有名だった、そのうち役に立つかな立つかもしれん、そうだよスパルタだった、超かわいそうでしょ、いつもビシバシやられててお母さんに。でもうちのお母さんはすごい熱いタイプなんですね。だから全力で応援してくれるの、私たちのサッカーもだけど、サッカーやってた時はお母さんは毎日朝から 5時に起きてそろばんを私がするんだけど、そろばんのあの問題集みたいな過去問を1000枚印刷してきて、1000枚だよ、やばくないですか1000枚印刷してきて、その過去問をで全部毎日お母さんがこう塾の先生、そろばんの先生みたいなことをずっとしてくれてた、毎朝今日はこれとこれとこれみたいな感じで1000枚印刷してきた。であのそうめちゃくちゃねあの本当にねもう超熱血なのうちのお母さんで、朝はそろばんするじゃん、でそうタイム測ったりとかもずっと隣でやってくれてたし、私が結構悔しくて泣くことがあったのよ、そろばんやってるとね、タイムが出らんかったとか、そうタイムが出らんかった時とかね、正解不正解すぎた時とか、あとなんかもう試験が近づくと緊張して手がね震えちゃったりとか、もうめっちゃ手が震えちゃうのも緊張で、あーどうしようって、この今回逃したら悔しいみたいな、いや今まで毎朝5時とかに起きて毎朝こう練習してきた分もう落としたくなくて、なんかね3ヶ月に1回しかないんですよ確か検定が、だからもう絶対落としたくないっていう気持ちで、もう震えちゃうの緊張で、そしたら震えて手が動かなくて、あーって言って泣いちゃったりとかしてたの。そしたらそろばんに涙がこぼれたんですね、それでお母さんにめっちゃ八つ当たりしちゃったの覚えてる。あー今思うとなんかもう泣きそうです当時はもう自分がもう手が震えて動かなくて悔しくて涙がバーって出てきたの。それでソルバンがびしゃびしゃになっちゃって、そしたらなんか涙って水じゃないみたいで、水じゃないのかな、なんか塩分とか入ってるでしょ多分、それでソルバンが動かなくなっちゃったの泣いて、そうそれでお母さんにめっちゃ文句を言ったの泣きながら、そうもうそろばんが動かんって言って、そしたらお母さんがこうそろばんを拭いてくれた、まあ、ほらこれで動いたけん、動くやろってやってみてって動かん、これじゃいつものタイムが出らんとか言ってさ、もう本当にめんどくさかったなちっちゃい時私、それで頑張ってたの朝から、そういうのとか、あのそれでそう朝5時に起きてそろばんするじゃん、そしたらそろばんの次は7時から朝ごはん食べた後に7時からサッカーをするのサッカーをするの、おかんはなんかトラップの練習とか、おかんがこうボールを投げてくれてて毎朝駐車場で、でなんかリフティングとかもずっと数えてくれてたりとか、あとなんかマラソン大会の時は一緒にグラウンドに来てなんか一緒に走ってくれたりとか、走るとこ見ててくれたりとか
縄跳び大会の時は一緒に縄跳びしてくれてたし、ドッジボール大会の時はドッジボールで、あのこうずっと投げられるの、お母さんがパーンパーンってボール投げて、違う兄ちゃんこうやってキャッチしちゃダメで、こうだってとか言ってさ本当にうるさいお母さんなの、こうでしょって、こうとかダメだからとか言って、めっちゃうるさい本当に。でなんかこう取ったら弾くかもしれんけん吸収しなさいとか言われてそう、でもこれずっとなんかで避ける時も、お前ちょその避け方はとか言って、こうやろこっちが良くないとか言ってそう一緒にやってましたね。だから超スパルタだったけど、毎日本当に一生懸命育ててくれたっていう感じですかね。何事 にも一生懸命だったうちの勘はそれで、あのたまにうざかったですね、その熱々しさが熱苦しさがうざくて喧嘩したりはしてたけど、でもなんか今思うとなんかあそこまで熱くというか熱心にねしてくれるってありがたいですね初見じゃないようです、こんにちは尾上です。投げる練習は全然なかった、避ける練習と受け身の練習だった。こんばんはジェイソンさん、そう学校あるかもしれないけど、え、そうでしょ、小学生の時は毎日そうだった、朝5時に起きて、だから寝るのが9時には寝てたの、9時に寝て5時に起きてたの。そうだからなんで今そんな朝弱いの、えね、本当だよ。でもちっちゃい時から朝は弱くて、文句言ってたお母さんに、めっちゃなんかすごい反抗期だったよ朝起きてなんかパン、お母さんが作ってくれたパンに文句言ったりとかしてた、最低だごめんねお母さん、その時はね、メロンパンがいいとか言ってさ、うるさいよね私も大概。睡眠時間はもうめっちゃ取れてたけど、テレビが見れなかったね、夜早く寝てたから、だからその学校でテレビの話題にはついていけなかった、早く寝すぎてでも毎日サッカーしてたから、なんか夜更かししたいとかもなかった、もう帰ったらすやーって勝手に寝ちゃう、だから夜更かししたいとかもっと遅くまで起きときたいとかはなかった、もう疲れて寝ちゃうのよ。そう禁止説の真相です、お前みたいなフライパンでも食っとけて言われなくて、言われてないよそんなフライパンでもあのご飯に文句つけたらもう食べんちゃうかって言われて怒られちゃうからあんま言えないけどでもなめたこと言ってましたね、メロンパンがいいとか、わざわざ手作りしてくれたパンに最低私、鼻かわいいの、いやどういうことどういうことですか、こんばんは。そう反抗期でした私も、中学生とか高校生、中学の反抗期だったのかな、あでもお母さんと喧嘩したい欲みたいなのあったかもしれないちょっとなんかお母さんにちょっかい出してたもん、なんでそんなこと言うんとか言ってさ、おかんと喧嘩したい時あったかもしれん、アンパンマンなのに、そうだよアンパンマンなのにメロンパンがいいって言って文句言ってた、え全然でうちのか正直お金取ったりしてた、するわけないじゃん、もうそんなことしたら私も家から追い出されて、あの本当にもう生きていけなくなっちゃう、メロンパナちゃんの歌つながったメロンですから、あお小遣い制度だった中学生の時、高校生の時もで、なんか毎月めっちゃ少なかった、なんか都会の学生 JK とかに比べると本当に少なかったと思う、だって
年の数しかもらえなかったもん。なんかだから15歳の時は1500円なの。1500円だよ、月に1500円で生き延びてたんだよ私。それをコツコツ貯めてた。でもたまにおばあちゃん家に行っておばあちゃんがお小遣いくれるから、なんかそれでがたまに行く、なんかご飯、友達とご飯とかは全然余裕だった。お小遣いあげてとかは全くなかったよ。毎月学年プラス1かける100でした。え、ってことは300、400円、400円ってこと。中学生の時は年金15万なわけないでしょ。もらってたよ1500円。でなんか何してたんだろう、たまにご飯行くぐらいかな。そんでお水木も将来そういうお金になるか。でもどうやろう、うち おかんと私って似てそうで似てないんですよ。そう、私お家の血が結構意外と強くて、意外とっていうか穏やかっていう面ではめっちゃお家の血が強いから、おかんみたいに怒ったりしないおかんと喧嘩する時もおかんはわーわー怒るけど、私はなんかそんなわーわーは言わん、なんかマイペースに怒っちゃう。だけどおかんは同じようなタイプにはならんやろうなって言った。同じタイプのお母さんにはならなそうやなって。中学生、ああ7年、そういうことか。穏やかじゃん、穏やかじゃないの私。怒るのめんどくさい。そうやね、怒ってるけどなんかそうめんどくさくなっちゃうから黙り込んじゃう。そう黙っちゃうの。やけどにおかんみたいには言わんかもしれんの。どうやろうね、言わなそうやけどね。おうちんタイプや、おうちんタイプ、おうちんみたいな性格になりたい私も。おうちんってストレス溜まっとるんかな。あ、りゅうさんに、りゅうさんの方がうるさいよ。喧嘩したらめっちゃ詰めてくるから。喉痛い。ねえねえねえ、このさストレートとどっちがいいですか。髪どっちでもいい。おかっぱちゃんみたいになっちゃうからさ、ストレートだとそれがちょっとなと思って、巻いてみたっちゃ巻いてみたけどさ、やっぱり上手に巻けないですね。まあいいんですよ、今日は初日なんで、初日なんていいんです。ストレス吹っ飛んでんのかな。今日はハーフアップだよ、ほらハーフアップ、こんな感じでくるりんぱしてるんだよ後ろで。おかっぱちゃんが可愛いの。耳見えてるの。ほんとだいたい右耳をかける傾向がありますね。おみちゃんはカッパハゲの瞳で、何それカッパハゲって、ここてっぺんハゲみたいなやつ。かいなんか三つ編みして後ろで結ぶやつがいい。なんそれ。あ、ここをこうでこうってこと。あーやってみよう今度。これはもう本当にくるりん、ここ後ろ向い、後ろくるりんぱしてるだけですよ。私には無理だよ、本当に苦手やけんね私。髪、ヘア、怒ったら怖いけど、あ、怒ったら怖いけど、ちょっとなんか怒ったら怖いとかはない、ないかもしれんけど、怖いって言われたことはないけど、怒って怖いって言われたことはないけど、なんかちょっとなんか根には持っちゃうタイプかもしれない静かに怒るから。くそー、こんなことしやがったな私にって、そういう怖さはあるかもしれない。根に持っちゃう怖さは根に持っちゃう怖さはあるかも、わざわざ言わんけどみたいな。でもさ、おかんがスパルタで三つ編みを教えといて、あ、でもさ何、そうだよスパルタで、そう、あ、でもうちのおかん髪めっちゃ上手にしてくれる。おみずきよかったら声してさ知ってるって。よかったらご飯でちょっとずつどこもりさ。でもさちょっと怖いね、そういう
そういうタイプではないけど、そういうタイプじゃないけど怖いね、そういう人いたら。あ、今日ね、今日私ね、お昼ご飯ね、え、これ言っていいですか、言っていいんですか。あ、じゃあコンビニ名は伏せるね、コンビニ名は伏せるね、コンビニ名は伏せるけん言わせてください。私今日コンビニね、お昼ご飯に太っちゃうからさ、太っちゃうからお昼ご飯を冷凍のブリーン、あ、ブドウにしたんですよ間違えた間違えた、ブドウにしたんですよ。なんだ、ブリーンじゃない、なんだっけ、グリーンじゃなくてさ、なんかブドウのことなんていうっけ、グレープとブドウがなちた混ざっちった、ブリーンじゃなくて冷凍のブリじゃない、冷凍のブドウ。お疲れポチさん、お疲れっす。そうで、なんかブドウをね、冷凍のブドウを買ったんですよね。冷凍のブドウを買ったらね、え、マジでびっくり。写真撮っときゃよかった。え、あれ送ればよかったの、コンビニに。え、マジで怖いことがあって、なんか冷凍のブドウが中開けたらなんか臭みたいな、臭臭みたいな感じで、ちょっと匂いが強かったんですよ。これブドウかみたいな匂いがして、でなんかちょっと白くて、なんか白い液体がいっぱい入ってたんですよ。それでなんかな、後ろになんか白いのは大丈夫ですって書いてたから、あ、大丈夫なんだ、食べようかなと思ったら、開いてんの、カッターで切られてて、カッターみたいなのでこう線が入ってて、なんかカッターで切らんとこの切れ方はせんくないっていう、ハサミとかでは切らん、綺麗にピンって切られとって、なんか溶け、冷凍なのにさ、もう溶けちゃってんのよ。でなんか怖っと思って捨てました。ローソンだったっけな、ファミマだったっけな、セブンじゃない、ねえ怖くない。でなんかカッターで切られてたの、カッターで穴が開いてて、で捨てました。返品すればよかったね、そしたら帰ってきたのかな、もったいないよね。毒入、いや毒入れられて、毒とかなんかあるんかなって、ノートに書いてくれるわそしたらさ、ツイッターとかでさバズるかな、言わなあかんね。そうなので、今日ちょっとまあなんか一緒にいたスタッフさんに言って、これやばくないですか、いやもう食べんときゃ、食べんときって言われて、食べたかった今日私の昼ご飯ぶどうとりんごだけなのに、りんごだけ食べました。そのコンビニ、あ、でも今日たまたま行ったとこなんで、もう一生行かないと思います、そのコンビニ。なんか東京の端っこだった東京の端っこのコンビニ、場所は分かったけど、報告した方が良かったのかな。でも本当にあれはありえない切れ方だった、わかりますか、なんかこういうのあるやん、こういう、これがブドウのそのパッケージとするやん、そしたらここにこうカッターでピーって切り、カッターもう、え、わかんない、あれカッター以外でああいう切れ方をする想像がつかないからカッターだと思ってたんだけど、わかる、なんかカッターでピーってこうピーって光る、ピーってちょっとだけ開いてて、え、なんで開いとったって言って、わかりますか、わかるかな、なんかハサミでこうチョキって切った感じじゃなくて、綺麗にカッターでこうピーってやられてたね、きっとあれは。そうだからなんか怖くて買わなかった、食べなかった。そうなんかもし犯人とかそういう感じじゃないかなって思ったの、最初私は普通に、なんかなんかその店員さんとかがカッター振り回しよったとかはないか、まあ、店員さんとかがこうたまたま持っとったカッターが引っかかってこうピッて切れたとかかなと思ったけん、食べれるじゃないと思ったけど、いや待てそういうそんななんか偶然切れたわけじゃないかもしれんと思って、意図的にやられて、意図的になんか入れられたかもしれん、死んじゃいやー私ってなって、
もう食べんとこうと思った。どっちにしてもちょっと怖いじゃん、なんか中身が開きっぱなしって。え、なんか匂いはあのなんかあれ、なんかあの髪のなんかオイル、オイル、ヘアオイルみたいな、こういうこういうなんていうワックス系と、なんかいい匂いっちゃいい匂いやけど、食べ物なんかわかりますか、こういうなんかワックスとかの匂いって悪い匂いじゃないやん。でもなんか食べるってなると、食べたくはないじゃんなんか美味しそうな匂いではない、いい匂いやけど美味しそうな匂いではないっていう感じかな、わかる？なんやろ、いい匂いではない、いい匂いではないけど臭くはない、ただブドウではないみたいな。難しいな、難しい、とりあえずなんであれはカッターで切られてたのかだけ教えてください。食べなかったからいいっちゃけど、蓋開けてソースの穴でございます。そのまま食ったけど、え、蓋開けたらソースの穴に、ソースの袋に穴入れてる。あ、そういうのあるんだ、やっぱちょいちょい。ムスク？わかんないけど、とりあえずなんか怖かったから食べなかったっていう話です。すいません、ちょっと配信長くなりました。ちょっと明日は配信お休みしようかなと思ってます。明日は多分、明後日は分かんない。ではでは皆さん、本日もありがとうございました。ランキングを読みます。第13位、グアブチナイさん、ありがとうございます。第12位、タキシさん、ありがとうございます。第11位、つばそらなんちゅらさん、ありがとうございます。第10位、餃子のポチさん、ありがとうございます。第9位、チューシーさん、ありがとうございます。第8位、キドッチさん、ありがとうございます。第7位、シェイさん、ありがとうございます。第6位、ニシ君、ありがとうございます。第5位、チュータさん、ありがとうございます。第4位、ブリントさん、ありがとうございます。第3位、フミさん、ありがとうございます。第2位、大好きさん、ありがとうございます。第1位、アーリンさん、ありがとうございました。本日もありがとうございました。皆さんもなんか新品の商品が穴開いてたり、切れ跡とかあったら気をつけてください。お疲れ様、ありがとう。皆さん、ショールームのフォロワーがもう少しで1000人ですので、フォローのほどよろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッター、TikTokもやってます。よかったらフォローよろしくお願いします。では皆さん、次回の配信でお会いしましょう。バイバーイ。